こんにちはったらこんにちは、いずまです。今週はダイソーのセンサーライト、バータイプ、これを人感&明暗のセンサースイッチとして改造していきます。要するに外部電源化したセンサーライトに USB ライトをつなげて、センサーライトが点灯したら一緒にその USB ライトも点灯する、そんなものを作ってみます。回路図はこうです。ここがセンサーライトの基板です。ここに謎の8ピン IC があって、ライトが光るときにこのピンがハイになります。なのでこのピンを NMOS のゲートにつなげば、ライトと一緒にこの先の USB 機器をオンさせることができるというわけです。まずは前回と同じくセンサーライトを3枚に下ろしていきます。ちゃんとメーカバーを外します。隙間に板をねじ込んでガリガリ剥がします。カバーが外れました。ここで基板上の LED に流れる電流を決める制限抵抗を3オームから5オームに換装します。電源電圧は5ボルトになるので対応しておきました。5オームにするとほぼほぼ電池駆動の時と同じ電流量になります。抵抗が外れました。きれいに掃除して10オームの抵抗を2つつけていきます。並べてつけるのは面倒ですが、なんとかつけることができました。なんだったら縦積みでもよかったですね。あったらプラス側の電池ボックスの端子を外します。ハンダスイート力を使っています。相変わらず面倒です。終わったらネジを外します。基板を取り外して、これで3枚に下ろすことができました。先ほどの回路図にあった NMOS 周りの配線をつけていきます。いつもの 25A も流せるオーバースペックの NMOS です。 Amazon で買えます。足を曲げようとしたら折れちゃいました。仕方ないのでこのまま使います。まずは予備段ハンダをして、ソースにグラウンド線をつけていきます。ドレインには追加する USB 機器のグラウンドがつながります。ゲートはセンサーの出力がつながることになります。ここはハイロー信号だけなので細い線で構いません。ホットボンドで固めておきます。2本ペアの電線を買ってきました。外部電源の線をソースのグラウンドにつないで、 5V 側も基板につなぐために延長します。外に出す USB ジャックのためにペア線で延長します。行き当たりばったりになっているのでちょっと複雑なことになっていますが、回路的には実はシンプルです。一通り配線が終わったら熱収縮チューブでカバーして、 NMOS 周りは一応終了です。本体を加工してさっきの NMOS をはめ込んでいきましょう。本体の横にケーブルを引き出す穴を開けます。斜めに開けていきます。カッターで断面を整えます。斜めに穴が開きました。反対側のサイドにも穴を開けました。 NMOS をはめ込んでいきます。 NMOS を押し込んでから穴からケーブルを引き出しました。基板を戻していきます。問題なくはまったのでネジで固定します。電池ボックスの端子もハンダ付けし直します。
ップラインを電池ボックスの端子にハンダ付けしていきます。長さを合わせて指ハンダしてハンダ付けします。グランド側も同様にハンダ付けします。次に NMOS のゲートの線を謎の8ピン IC につけていきます。ショートしないように慎重にハンダ付けします。今回もホットボンドで配線を固定します。本体内部の配線はこれで終わりです。内部から引き出した線に USB 端子と DC ジャックを取り付けていきます。まずはメスの USB コネクタにハンダ付けをします。端子の曲線に注意します。あらかじめ指ハンダはしてあります。カバーをつけてホットボンドで一応ケーブルを固定します。反対側のカバーもつけます。外側もホットボンドで留めちゃいます。これで USB 側は終了です。今度は DC ジャック側のケーブルを指ハンダしています。ちょっと線が短すぎました。四苦八苦しながらコネクタをハンダ付けしてます。グランド側もハンダ付けします。ラジオペンチで配線をかしめてしまいます。ボンドで止めます。この辺は気分です。カバーをねじ込みます。これで本体の加工は終了です。出来上がりの写真がこれになります。謎の8ピン IC の付近のアップがこれです。これが10オームの抵抗のパラです。スイッチの制御ノードはこれで、さっき押し込んだ NMOS のゲートにつなげています。こっちは基板上の LED をドライブしている NPN バイポーラですね。 500mAのドライブ能力のようです。では動作確認してみましょう。今回つなぐ USB 機器はおなじみダイソーのテープライトです。 1m で330円。相変わらず価格設定がバグってますね。 3.5 センチ置きぐらいに LED がついていて、端は USB 端子になっています。これを先ほど増設したセンサーライトの USB コネクタに差し込みまして、適当に丸めておきます。 5V の AC アダプターを DC ジャックに差し込みます。スイッチを1回押すと連続発光モード、センサーライトと一緒にテープライトも光ります。もう1回押すと1回フラッシュしてセンサーモード。どっちも電球色なので色味が合っていていい感じです。しばらくすると消えます。明暗センサーがついているので部屋を暗くしましょう。日中でカーテン閉めても明るかったのでセンサー部分に手をかざしてみました。お、発光しましたね。これも30秒ほどで消灯します。動作確認、答えませんでしたね。嫁様が今の方で使いたいらしいので、そのうち設置しようかと思います。というわけで今日はセンサーライトのバータイプをセンサースイッチに改造してみました。今回はテープライトをつないでみましたが、 USB で電源を取るものなら大抵つなげられると思います。何かいい使い道を思いついたらぜひチャレンジしてみてください。このチャンネルではこういう電子工作とかプログラミング教室等をやっています。また見てみようかなと思われましたらチャンネル登録とかよろしくお願いします。さてこの動画面白かったなと思われましたら高評価ボタンを押したりコメントいただけたりすると僕は大変嬉しいです。来週は多分プログラミング教室やります。ではまた次回よろしくお願いします。